はい、おはようございました。お元気でしたか？はい、今日はね、うどん屋さんに向かってます。まあ、私のホームグラウンドとも言うべき伊手さんですね。実は今日はと言いましたが、今日もです。今日で3日連続で行ってます。行ってみましょう。はい、どうも。携帯電話が接続されていません。携帯電話を忘れていませんか？はい、どうも。イエーイ、一徹庵さんでランチいただいてきましたって言ってもうどんなんやけどね。まあ、大体ここ来たらもううどんだけみたいなね感じで、あとはトッピングを増やしていく。昨日もやっぱりかき揚げ天とじうどんにさらにプラスしてかき揚げ弱点2枚は一緒やね。ああ、キツネ一緒やね。わかめはなかったかな。だいたい2台になる。満腹です。よくここほんと来るんやけど、よく見かけるのはカツカレーとセットにしてるものをよく食べてる方がいらっしゃるのはよく見ますね。逆にあんまり他のもん見んね。わらじ丼とか見んね、食べてる人。
まあ、たまたま私が行った時間帯におられんかっただけな、うん、男の人のカツカレー注文率っていうのはなんか高そうっすね。うどんとカレーっていうのが定番な人が多いかもしれない。逆に私はうどんとカレーっていうのはちょっとっていう派なんで、なのでカレーうどんもあんまり食べないですね。はい、今日はね、自分の中では定番の一徹庵さんやってきました。ということで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いします。お会いします。はい、次回の動画でまたお会いしましょうね。その前に皆さん、グッドボタンをポチッとポチッとポチッと押してくださいね。お願いします。押してください。お願いします。高評価のカウンターが上がるたんびにテンション上がりますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。